はい、どうも、ジュウです。スーパーマリオ 64DS パート5やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もパースター集め進めていきたいと思います。さあ、前回はマリオを救出して、あとはパワースターを合計で15枚まで集めたんだっけか?とりあえず、今回も頑張っていきましょう。まずは光があるので、ここで上を見上げます。で、こうすることによって、はい。これで羽マリオのステージ。ハテナスイッチのレインボータワーへようこそ。虹のリングの真ん中の塔の上にある赤いスイッチを踏もう。この世界のすべての赤いブロックが実体になる。果たして中から何が飛び出すか。それは叩いてみてのお楽しみ。おー。これはちょっと、待って、これ赤コインを取っておきたいけど、あー待って。これ羽マリオの操作って意外と難しいんだよな。64から。待って、これ一回もミスできないんだよな。ああ。いけたと思ったら一枚だけ取れた。待て。羽マリオの操作が、やっぱり、64DS でも難しいことが分かりましたね。よし。じゃあ頑張っていきましょう。待って、これ。いけ。あ!まずいな、この状況。でも制限時間もあるからな、これって。待て。思ったよりむずい。あー、無理だ、これ。ちょっと待って、一旦、スイッチでも踏むか?でもな、これ放っておけないんだよな、これって。はい。じゃあ、とりあえず頑張ります。はい。でもね、小学生にはね、本当にちょっと難しいかもしんないわ。はい、あー!こう見えて、あーもうすぐで、17になる俺も、なんとか、頑張りたいよ。いけ、オッケー、なんとか4枚ゲット。オッケー、ここで、5枚、6枚、オッケー。ラスト2枚。いけ。ナイスー。いったわ。ということで、オッケー。これでスターゲット。はい。これでスターゲットです。はい。あー、これでまだスイッチ踏んでないのか。はい。押したのかけ、スターキャッチ。よし。じゃあ、とりあえず今度はスイッチを踏みに行きましょう。はい。こう来て、行け!おりゃー!踏んだー!不思議でハテナブロックのスイッチを踏みました。さて、一体何が飛び出すか叩いてみてのお楽しみ。ここまではセーブする?はい。ということで、よし。じゃあ、これでコースから出て、はい。こうすると、こうなりましたね。じゃあ、とりあえず、じゃあ、今回は、じゃあ、とりあえず、ボム兵の戦場を全部終わらせたいと思います。はい、まずは1の5。空に羽ばたけ、羽マリオ。やっぱり、空に羽ばたけ、羽マリオは、このゲームでも、健在なんですよ。あ、そしてなんか、一応、ここの看板読んどく?不思議なハテナブロックを叩くと、みんなに力を与えてくれるいろんなアイテムが出てきます。とても便利です。でも、たまに外れが出ることもあります。お城のレインボータワーにあるハテナスイッチを踏んでくると、使えるようになります。そう、このゲームはハテナスイッチが1個だけなんで、あれがないんだよね。これわざわざこれ、互換性がないっていうか。そう、今回はキャラクターによってこれ出てくる効果がね、固定になったんですよ。なので、この効果で変身したいという時はそのキャラクターが必要になるんですが、じゃあとりあえずこれで、ここには羽。はい、来ました。羽を帽子につけたマリオは大空に飛び上がることができる。羽マリオは三段飛びで空へ飛び、しゃがめばランニング。十字ブタンの上で下がる、下で上がる。まずはお試しを。はい、来ました。よし、じゃあ行きましょうか。その前に、ここら。パワーフラワーは取った人の個性に応じた力をくれる。大空の下なら、マリオは羽マリオに変身する。なんと、3回ジャンプで空高く飛び上がれる。
十字ボタン下で上がり、上で下がる。やめるときは R ボタン。よし。じゃあこれで大砲に乗り込んでいきましょう。はい。こう来て。はい。じゃあとりあえずこれで、これで、これ中央にある5枚のコインを集めないといけません。OK。これで2枚。はい。とりあえずまずは下にある4枚のコインを集めちゃいましょうか。じゃあ今度はここかな。OK、3枚集まった。あ、惜しい。惜しいな。OK。あと1枚。はい。OK。こう来て。じゃあ今度はちょっと思いっきり上に向かって打ちまーす。いけ。おりゃ、あー。やー。思いっきりダメージ受けちまったな。やばいやばいやばい。まずいことが起きちまったな、これは。じゃあちょっとここで体力を回復していく。これ制限時間来ちゃうとこれ羽がなくなっちゃうんだよね。まあでも意外と時間は長いよ。まあこれは、64番と結構、でも64番とこれどれぐらい時間の差があるんだ?まあそこのところはよくわからないんですが。まあで、そういえばこの看板は?コインリングや隠れたシークレットポイントを通ると赤い数字が出てきます。5個続けて通ると秘密のスターが現れます。そう、これのことですね。はい。よし。じゃあここで大砲に乗り込んでいきましょう。はい、こう来て、はい、来たー。よし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 、ここに来て、うわーい、いけー、ナイスー。はい、これで見事スターをゲットしました。 OK、 これで17枚目、空に羽ばたき羽まりをキャッチ。じゃあ次行きましょう。1の6、8枚の赤コイン。8枚の赤コイン。そう、このゲームは赤コインという概念があるんですよ。それを8枚集めると、スターが出ます。ちなみにこの赤ボム兵は?はい。僕らは平和を愛する赤ボム兵。爆発なんて大嫌いです。僕らの中には赤コインの場所を探知できるものがいます。ほら、下のマップをご覧ください。ね、すごいでしょ?ふふふ、爆弾好きのグロボーとは違いますからね。まあ、ここに行けば、赤コインの場所を示してくれる、これは 64DS 限定のやつですね。まあ、64版はそもそも、下画面の概念がないんでね、この地図みたいなやつ。名前に赤コイン、8枚コインがついた、スターを探しているとき、仲間はどこかであなたをお待ちしています。話しかけてくださいね。はい、ちなみにもう一回話しかけると、こんにちは。どうぞどうぞ、下のマップをご覧ください。覚えましたか?もし場所を忘れたら、また話しかけてください。まあ、これで一応、始めたての人にとってもこれは、わかりやすくなったんじゃないかな?そう、これ、スーパーマリオ64自体が、まあ、難易度、普通か難しいくらいなんだよね。まあ、最初代の 3D マリオを、これ、パワーアップしたものなんでね、これって。はい。いいよ。危ない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 。で、ここで、はい、ここで3枚。で、ここで、で、4枚。で、5枚。ここにあるね。ちなみにこの看板は?目の前のブルーグレーの半透明の星は、パワースターの台だ。赤コインを見つけて8枚全部集めると、スターが現れる。そう、これが今回のスターですからね。これが結構重要になってきます。あと3枚は確かここにあったんじゃないかな。ほら、あった。OK。でも、後半になってからね、これね、もう一箇所にまとまって置かれることが多いよ。だって、ここってさ、なんだっけ。ここバラバラに散りばめられてるんですけども、なんか後半になってから結構あれっていうか。OK。で、ここら辺の坂を登って、で、はい。いいよ。で、こう来て、
よし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 。はい。こう来て。で、こう来たら、大砲で撃つ。で、こう来て。はい。これでスターが出ました。はい。で、ここで大砲に入って、じゃあここまで一気に飛ぶー。あ、いけるかな、これって。あー、惜しい。意外と惜しかったな。ということで、スターゲット。いったね、これは。はい。これで、18枚目。はい、これで8枚の赤コインキャッチしましたー。よーし、じゃあもう1枚行きましょう。1の7、ワンワンの犬小屋で。はい、これがラストですね。ワンワンは結構序盤にいるんですが、はい、ここに来て、はい、あー、ちゃんとワンワンがいる。ちなみにこの看板は、猛犬ワンワン危険、とても怖いです。 L ボタンでカメラが背中に回り込みます。よく見たいものがあるときに便利です。杭の上の赤コイン8枚集めるとスターが出ます。画面のマップでスターの場所を見てください。はい、オッケー。とりあえずこう来て、はい、ここで、杭にヒップドロップ。あっち、あ、やべ。オッケー、ナイスー。これで杭が外れた。はい。これでワンワンが、はい。これで外してくれるかな？はい、来たー。これでワンワンがどっか行きましたね。ということで、これでゲットしていくー。ナイスー。これで、モンヘンの戦場一応、クリアっちゃクリアなんですけどね。はい、これでワンワンの犬小屋でキャッチしましたー。よし、じゃあとりあえず今回はこれぐらいで終わりたいと思います。とりあえず防衛の戦場すべて終わって、あとボンバタキングの前提とか、まあまだまだいろいろあるんですが、まあとりあえずここら辺はまた次回攻略していきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。